豆乳が煮詰まってですね、とろみがつくんです。これぐらいのとろみ、どうもー、キュアレモネードです。ということでですね、今回ですね、飲みすぎたんですよ。これ白ワイン、これレモンド、でこれハイボールね。どういうこっちゃ。私が酒ばかり飲んでるから、あまりにも不健康料理研究家みたいなのが言ってる、払えてるんですけど、私は結構ね、お野菜よりも得意なんですよ。命の限りやっていきたいと思いますんで、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。今日は私はね、使っていくのはこのチンゲンさん、ブレーキアン無調整豆乳ね。これ調整豆乳でもできなくないんだけど、無調整豆乳でも全然美味しいです。しかも健康に良い、超簡単、酔っ払いでもできるー。ギャーン。早速次味出していきたいと思います。ベーコン 50g をこうやってね、そう、短冊に言わせていただきたいんですけども、これ僕酔っ払って作ってるじゃないですか。これね、フィクションですから、全然酔っ払ってないんで。これ酔っ払ってるようにもう見せかけてるだけなんですよ。演技、ノベルに酔っ払っていながら料理してたら、もう料理研究がいられなくなりますから。酔っ払いのチャンネルじゃないです、料理チャンネルなんです。これを切っていきます。これに土が溜まってるところありますから、これね、ちゃんとやってください。これザックザックと切っていく。そう、これちゃんと下準備、これだけ、これね、これはこれ飲む用じゃないです。これ飲む用、どれ、これがフライパンで温めてください。そしてここにバーラーですね。豆乳ってね、温めると分離しちゃうんですよ。そう、豆乳は興味がないので沸かすと分離しちゃうんです。でもこのバターがあることによって分離しないですね、実は。バターでベーコン炒めて、でベーコンも、ね、カリカリにしなくていいんです。カリカリのカリぐらい。バターとベーコンとチンゲン菜の何がマリアージュできるかなと考えながらやっていく。これが重要だ。バター、表面がカリッとしたじゃないですか、ベーコン、チンゲン菜。え、酔っ払ったふりしてる。あ、ちょっと古い、ちょっと古いけど、古いけど、人間剤って非常にね、優秀なお野菜なんですよ。何が優秀かっていうと、年がら年中手に入る。豆乳で煮込むと何がいいかっていう、豆乳自体とろみがあるんだよね。でこれね、ぜひね、無調整で、あー、もう美味しくなって。さし、今日ってどれぐらいかっていうと、こんな感じ。これ今日、はい、これ強火だって。皆さん強火ですよ、ここから。強火で煮込むことによって豆乳が煮詰まってですね、とろみがつくんですね。これがうまいのよ。まずだから煮込んでいきます。よいしょ、もう思ってるぐらい、もう入れれば入れるだけ。あと最後にちょっとダメ出しで入れます。チンゲン菜こんな美味しいんだよって僕が言わない、誰が言うんですか。うん、じゃあ豆乳入れてから5分煮込んでますよね。弱めの中火で5分。皆さん、これぐらいの煮込み加減です。これぐらいのとろみ。チンゲン菜の茎がすっごくね、柔らかくなってます。この状態、これがベスト。これつけていきます。煮込むとね、こうくたっとなってね、はまるんで。チンゲン菜がね、非常に美味しく食べるやり方なんですね。そいつが俺のやり方。まだ終わりじゃない。おい、ブラックベベー。アルビボク、こんな感じです。チンゲン菜と豆乳の煮込み完成でございます。いつもね、僕食べてきたいと思いましてお酒飲んでるんですけども、今回は昔のレシピなので、食べてからマリアージュできるお酒を探していきたいと思います。じゃあいただきます。そいつが俺のやり方、ギンギラギンにさりげなく。僕にも帰る場所があったんだ。改めてお酒と一緒のマリアージュをいただきます。チンゲン菜ってこんなにうまみを吸う
野菜なんだっていうふうに思うと思います。あ、完璧。ちょっとヘルシーなホワイトソースみたいな感じですね。タバスコです。これをちょっとかけて頬張って皆さんいだ。コロンビア召喚していいですか、たっくん。はい、いただきます。ちょっと待って、あ、いいんじゃない。おいー、お疲れ様です。いただきます。洋風に煮込んだやつ、ホロホロっていうかシャキシャキなんですけど、ちょっともうちょっと考えて話して。前ぐらいちょっと編集の力使うのやめて。これ絶対俺が編集する。ずるいから、これ俺がずるいからやめてください。他の人が編集するんだから。いやいや、これは俺がマジでうまいですね。豆乳とチンゲン菜のこのマリアージュっていうんですか。でトータルバランス最強って感じですね。とりあえず飲んだほうがいいです。いただきます。とりあえず飲んだほうがいいです。はい、飲みます。天才っすね。ありがとうございます。チンゲン菜ちょっとクタッといるっていうのがですね、この料理のいいところなんで、ぜひ皆さん試してみてください。このバズレシピベジ飯編、これね、一応今の僕の新刊なんですけども、ここねチンゲン菜の豆乳クリームっていうの載っております。バズレシピベジ飯編、ぜひよろしくお願いします。チケラウ、たっくんのコメント楽しみにしてますみたいなあれがあるんですけど、それについてどう思いますか。それについてはちょっと期待に応えられるかわかんないですけど、一応一生懸命やってることだけは、多分今日は答えてたと思う。ああ、ということで